時は元禄の世、108の妖刀をめぐって繰り広げられる2つの物語。諸国を回る戦いの果てに待ち受ける運命はいかなるものか。こだわり抜いた美麗なグラフィック、華麗剣撃アクション、和風アクション RPG プレイステーションビータに登場。絵巻物のように美しく緻密な和の世界をプレイステーションビータで堪能せよ。妖刀に導かれ戦いに身を投じてゆく2人。ここは何というところやら。俺に何をさせよってんだ。切った相手に乗り移るおぼろ流玉打ちの悲劇。切られた者の魂をお分け与えください。我らが願いお聞き届けいただけましょうや。せめて我が一党にて成仏させようぞ。いざ悪鬼を払う浜の乱れや、受けてみよ。道中に立ちはだかる数々の魑魅魍魎。流れる剣舞、きらめく刀、行く手を阻む全てを切り裂け。危機を転じて勝機とせよ。居合斬り発動で全ての敵を切り伏せろ。108の妖刀を手に入れ奥義を極めて敵を撃て。新規書き下ろしの別売り短編シナリオ「元禄怪奇譚」、新主人公4人による4つのシナリオ、プレイステーションストアにて配信予定。プレイステーションビータによってさまざまな場所でプレイできるようになったおぼろ村正。華麗なアクションでいつでもどこでも戦の舞台を駆け抜けろ。おぼろ村正、3月28日4980円で発売。数量限定の先着購入特典は BGM を厳選収録したおぼろ村正劇版選集。